海と日本プロジェクト in 秋田県。おはようございます。推進リーダーの佐々木優希です。見てください、この小鹿の絶景。今日は天気もいいし、めちゃくちゃ気持ちいいですね。この間は海の上から見ましたけど、こっから見る景色もまた綺麗ですよね。さて、本日は昆布の養殖を行っているすごろく昆布養殖会の三浦さんにお話をお聞きしたいと思っております。それでは行きましょう。しょ、すいません、皆さんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。お話を伺いたいと思います。お願いします。じゃあ今日はこの養殖場をちょっと見せていただきたいんですけれども、お願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。じゃあすいません、お邪魔します。はい、よいしょ。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はよろしくお願いします。めちゃくちゃかっこいいですよ、この絵がこの岩と、うわ、めちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいいな、これ。見えてきましたね、あの浮きが見えてるのが養殖場。この今見えてる浮きが昆布の養殖場。ちょっと中の様子見てみていいですか、ここでね。うわで、うわ、すごっ、すごい、すごっ。養殖するにあたって大変だったこととか何かありますか。はい、あの11月の種付け、はいはいはい、種がついてる糸なんですよ。はあ、なるほど。これを11月に日本海の荒波の中で巻いて、それでここにこうセットしなきゃいけない。それが大変ですね、まずは。勉強になりますね。大事に食べなきゃいけないですよね、僕らね本当にありがとうございました。今日はありがとうございます。僕自身もあの昆布の養殖場っていうか、あんな貴重なものを見せていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。嬉しいです。いやいやいや、と三浦さんにとって海ってどんな存在でしょうか。あ、うん、私の場合は海は友達。あ、そしてもうちょっとでかくいくとね、うん、私の人生そのものなんです。ずっと海と一緒に、はい、こう人生歩んできた。だからここでずっと暮らしている間は毎日海見てますので。というわけで今日は貴重な昆布の養殖場を見せていただきました。三浦さん、ありがとうございました。どうもご苦労様でした。ありがとうございました。海と日本。